ちゃったね。次は片付け。はい、じゃあ水属性のミッション攻略の方早速やっていきたいと思います。はい、で、まずこのナイトなんだけど、ナイトを倒すと攻撃力アップになります。で、上にくるくる回っているパネル、これ赤の状態で踏めば攻撃力アップ、あ、じゃあ防御力アップになります。青の状態、青から触れちゃうと防御ダウンとなります。なのでこういった形で触れていくんだけど、初手ベイカーズを編成することによってブロックをね通過することができるので、こういった形でパネルを踏んで被ダメージを減らした状態で攻撃、防御力アップを入れることができます。なので、まあ、この辺をねうまく活用していってもらえれば問題ないかなと思います。はい、で他編成しているキャラクター、ベルダンディ、ベルダンディに関しては、まあ、これしょうがないね、一発食らいます。下をね倒すとブロックが下がるので、はい、さっきね上倒しちゃったからあんな形になっちゃいましたけど、下を倒すとブロックが下がってパネルが踏めるようになると。で両方ね処理しちゃうというのも一つだと思います。であとはシンドバッドと信長 X で、信長 X がやっぱりむちゃくちゃ強いので、まあ信長 X を編成できる人は信長 X をメインに編成してもらえればいいんじゃないかなって思います。でベイカーズに関しては、まあ、所定で、まあ、ブロックをね、うまく利用できるっていうところで、火ダメをね、最初に減らすことができるという点が、まず、いい点。あとは、結構、キラーが入るので、まあ、そこで、アドバンテージが持てるというところでございます。まあ、今回ね、所定失敗しちゃって、こんな形になってますけど、本来でしたら、まあ、こんなにダメージを受けないよっていう、状態です。で守護獣は今回ユイちゃんを積んできてます。チョッパーっていう選択肢も当然あるんだけど、チョッパーのね最大の欠点というか、ベルダンディを編成している人は、ベルダンディ編成したい人、まあチョッパーあんまり編成しない方がいいかもしんない。あとこのユイちゃんはとにかく発動条件が非常に楽なんですよね。1ターンで50ヒット以上出す4回なんで、もう簡単です、これ。だから、まあ、ゆいちゃんを編成しております。で、防御アップを、あとは防御アップを心がけてこう入れていく、それぐらいかな。で、上側クロスドクロ発動で攻撃力アップを発動していくと。ちょっとベルダンディ入ってないけどね、離れすぎてて。なんで右上から潰すのが一番ベストだったと思う。はい、ベルダンディのいいとこなんだけど、この貫通変化、貫通変化で、でこのブリトラの1の攻撃の時に防御アップを入れておかないと、まあ詰んだと思ってください。本当にめちゃくちゃ削られます。終了ってぐらい削られちゃうので、そこをまず注意してほしいかな。防御アップをメインに入れていく。で、今ね弾が出てきてるんだけど、この弾の攻撃が、友情ロックになります。だから今シンドバット、何だったっけ、友情ロック無効の紋章積んでます。シンドバットを編成する人は友情ロック無効の紋章をつけると難易度グッと下がるので、極力シンドバットを編成する人は友情ロック積める人は積みましょう。はい、ベイカーズそこにいるのね。でとにかくこのなんていうかな、防御アップを常に入れていく。今ダウンになっちゃったけど、極力防御アップを常に入れていく、それを意識するだけでだいぶね攻略変わると思います。で上書きできるので、例えば、これだったらダウンして、防御アップにつながります。
ダウンしてからアップを踏む。そうすると防御アップの状態になると。はい、次シンドバット。でこの1の攻撃の時は必ず防御アップを入れた状態にしておく。ちょっと加速しちゃって今危なかったけど、下までいかないね。 OK。 それ以外の攻撃はそこまで気にしなくていいんじゃないかなって思ってます、個人的には。ダウン入っても、まあ、そんな大きくは食らわないかな。ここもそんなに食らわないと思う。1だけ注意してれば大概いけると思うね。でこの1の時は絶対に防御アップ状態にしておくと。結構ねこれ即死っていうか即死攻撃っていうか、まあかなり耐えれると思うので、アップ大きいこの右上の数字の時に防御アップ状態にしておくことでゆっくり攻略できるはずなので、まあ焦らずゆっくりやってもらえればこうやって削っていけばもう問題ないかなと思います。まあストライクショットもね使いながらとかでも全然いいと思うんだけど。でもうとにかくこの防御アップのバフを優先的にこう入れていって、ね、まあ、暴れたりとかして、こういった形で削っていくと楽。はい、ボス2。で、ボス2も、攻撃力アップが入ってる状態の時に、猫をとにかく早めに潰していく。こいつ。防御アップをしながら倒していく。で防御ダウンしてる状態で倒しちゃうとやっぱり十字レーザーとかで、まあ配置が悪いと一気に HP 持ってかれちゃったりとかするので、そこ注意です。あ、飛んでた飛んでた、最悪、危ない危ない危ない。はい、で敵の攻撃1が来ます。絶対に防御アップの状態を入れる。はい、猫がね処理できてないですね。最悪危なかったらストライクショット打ったりとかしてもらえるわ、全然問題ないと思います。でこれぐらいかな、これ多分ギリギリ、そうなんで今のがギリギリ触れる1ぐらい。結構このパネルの判定が大きいから、矢印引っ張った時に矢印に触れてないから大丈夫かなと思ってても、結構ギリギリ触っちゃったりとかすることね、これディクエクスっていうクエストでもよくありがちなので、そこを注意してほしいかな。一番はまあ入れ番しましたけど防御アップ入ってるので、まあ、特に問題はないと。はい、だから本当に防御アップだけ、しっかり意識して立ち回っていく。それができたら、まあ、特に問題はないんじゃないかなと思う。ちょっと今入り方ミスったけど。でプルプルしだしたらちょっと焦ろうかな、まあ、ストライクショットをねこうあんまり削れてなかったら打とうかなとか、まあ、そういう判断で全然問題ないと思う。ひたすらこのアップを入れていく。あれも防御アップしてなかったらめちゃくちゃ削られるので、そこだけ注意です。ここは普通にいけると思うので、はい、入れていきます。でちょっと気をつけてほしいのが、信長 X なんだけど強いんだけど HP80% 以上にならないとパワーオーラっていうキラー効果が発動しません。だからそこをちょっと意識してもらった方がいいかもしれない。これは、左に流れていくときにこう面をね極力まっすぐにしたいんですよね。あー、ダウン踏んじゃった。もうこれはしょうがねえ、ああいう時もある。
最悪あのゆいちゃんを使うと。ほい。オッケー、攻撃力アップが次下のやつを倒すと攻撃力アップかな。だから倒していきます。はい。でしかもきっちり防御アップを入れていくと。で倒しきったら弾が出てくるので、あの友情ロックの方を食らっちゃうので、まあ、気をつけてください。じゃあストライクショット打ってきます。これも防御アップが入るような角度で打てばいい。あとは適当に、まあ、拾ってくれると思うから、こういった形で結構削ってくれるはず。はい、プリトラちょっと残っちゃいましたけど、 HP の方が 80% 以上キープできているので、信長 X のパワーオーラが発動している状態になります。これも一緒、防御アップになるように打っていく。最後に最後のパネルが重要になってくるので、そこだけ注意する。防御アップ状態さえ保ってれば、まあ、負けることはほぼほぼないと思います。はい、じゃああとベイカーズストライクショット打ってきます。これ危ないね。こういうのはね、あの戻すですね、矢印を戻すと大丈夫ですから。はい、 SS ももうシールドだけ気にしてれば大丈夫。はい、こんな形でございます。まあ、ベルダンディストライクショット本当は打ちたかったんだけど、かなり火力出せるので、まあ、そこでもね攻略どんどんできると思います。まあ、大体この編成とかで攻略できると思うんだけど、まあ、他にもですね福島とか、いろんないいキャラクターいるので、まあ、皆さんにちょっとコネクトスキルだけ注意してもらって、あのぜひね参考にしていただければなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。以上、全力ぶっちぎりのマキピロくんでございました。またお会いしましょう。あばよ。